今日ね、まだお昼ご飯食べてないんですよ。今時間がね、夕方4時。今日はね、神奈川県にいたんですよ。で、神奈川県にいた時にママから電話が入って、今から来てくださいってね、言われたから、急遽電車とレンタカーでここまでやってまいりました。まあ、タイ人の女性からね、なんか困ってるから来てって言われるとね、すぐ来ちゃうんですよね。まあ、美味しいものもあるしね。なんかな、横にも一人来たんですよ。ちょっとで紹介します。チュー、あらいかチュー、ヨネさん、ヨネちゃん、日本語でも少しね、はい、うん、なんかさ、さっき言うのが、これ何、これこれすごいよね、これ。なんか最初はね、どうってことなかったんだけど、なんか一緒に、ね、しばらくいるとなんか気になっちゃうんですよね。そんな経験皆さんありませんか？なんかすごいサービスいいですよ。一番です。一番ですか？はい、 OK、 グッドグッド。なんだかよくわかんないけど。じゃあ何、要するにまあ問題があったから、まあ、もう一回今日来て、なんかミキちゃんとヨネちゃんをなんか紹介皆さんにしたいという、そんな話ですか？いいですか？いや、いいです。うん、じゃあミキちゃんとヨネちゃんね、わかりました。今さ、ご飯食べたからね、お腹いっぱいで、もう今ね、眠くなっちゃった、うん、眠くなっちゃったな。じゃあマッサージお願いします。え、マッサージすごいな。へへへって、階段がすごい落としてる。ミシミシだって、パリッと。2階にやってまいりました。はい、どうぞ。ここですか？じゃあここで、昭和40年代ぐらいかな、民家のスタイル、うん、でもエアコンはちゃんとありますしね。あと懐かしいこういう丸い蛍光灯、これ懐かしいよね。自分がやっぱ子供の頃こういうのやっぱね、チンチンとかやってね、よくあったからね。あ、なんか昭和になんか帰ってきちゃったなっていう、なんか少し寂しいような、懐かしいような、そういう中でこう受けるタイマッサージっていうのはね、たまんないですよね。じゃあ着替えました。こちらはね、タイのシャツとタイパンツ。じゃあよろしくお願いします。いやー、もうなんか今マッサージ、今ご飯食べちゃったからもう眠くなっちゃってさ。よろしくお願いします。あ、お願いします。あ、ヨネちゃん力あるな。痛いですか？え、痛くないですよ。ちゃんもやっぱりね、うん、意外と丁寧だね、うん、そしてお腹に足を当てて、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、おーおお、気持ちいい？気持ちいい。おお、はいはい、ヨネちゃん硬い、
サバイメハ。無理やり言わされてる。すごい気持ちいい。サバイメハ。そうか、サバイって言ってあげないといけないのか。タイマッサージの人はさ、すぐ気持ちいいですかって聞いてくるから、言った方がいいか、気持ちいいよってね。サバイか。サバイか。ヨネちゃん、サバイマイか。サバイか。はい。あなたも気持ちいいですかって聞き返してみました。いや、うまいな、ヨネちゃん。すごいいい。たくさん。ヨネちゃん。力あるな、ヨネちゃん。かぁ。大丈夫？うおぉ。いや、これ、ヨネちゃんの指名する人増えそうだな、これ。うわ、マッサージ仕事7年やってんからね。すごいね、ヨネちゃん。すごい。ヨネちゃん。なんかね、お色気だけかと思ったら結構実力ありますね。マッサージうまい。あ、来た来た、デコルテ。これは気持ちいいね。これは皆さんぜひやってもらってください。男の人もね、気持ちいいですよ、おっぱい。すごいな、もう体、おお、柔らかくなった。はい、あ、こんにちは。さあ、もう一人来ました。はい、みきちゃん、こんにちは。サワディカ。サワディカ。いきなり始まってるの？はい、いきなりせっかちだな。はい、じゃあお願いします。ということで、ミッキーちゃんのマッサージが始まりました。すごい、この明るいな。
仰向けからスタートしました。手があったかいな、この人は。胎児の人は普通冷たいんですけどね、手がね。めっちゃ手があったかい。すごいな、鼠径部やたら攻めてきます。気持ちいい、はい、気持ちいい、気持ちいいです。なんかこのじわじわくるこの鼠径部の攻め方がすごいな。真面目そうな顔してるからね。あ、なんかいたな、うちの会社にも。サイフォンとかね、そういう感じの真面目系の人だよね。ピキさん、ロン。ロン。うん。本当だ。はい。高いロン。ロン。そう、長汗かいてる。ロンにや。暑いな。暑い、はい。どうする？暑い。じゃあ。暑いですか。なんか、暑い。暑いね。暑い、はい。
なんかすごくあの後ろにねくっついてくれるんですよね、タイの人が。こんなとこなんかね、自然にくっつくの感じがいいよね。うん、ごくんがすごい良かった。おすすめ、おすすめ、絶対あの指名したら分かりますよ、おすすめの理由が。すごいな、なんかまた違う子が現れた。え、またね、あの違う人が現れました。父は誰か、お名前は。ふなちゃん、ふなちゃんが出てきた。ふなっしー、ふなっしーが出た。あのミキちゃんは今お客さんが来たからもう今上行っちゃったんですけども、はい、ヨネちゃんで、ふなっしー、エンディ、ね、どうだね。ふなちゃんもマッサージうまいですか。うまいです、本当に。はい、うまいですよ、本当。本当、うん、もうね、あのヨネちゃんはね意外でしたよ。なんかお色気で来るのかなと思ったら真面目にうまいんですよ、ヨネちゃん。すごいうまい、ケンマーです。うん、ここはね、なんか予想外のことが起きますよ。で、ミキちゃんはあの意外とこうなんかまたうまいんですよ、うん、気になるマッサージの料金ご紹介します。じゃん、太鼓式マッサージ60分5000円、90分8000円、120分1万円。オイルマッサージ60分7000円、90分9000円、120分1万2000円。フレッシュマッサージ、タイマッサージとオイルマッサージのセットで30分60分の90分で1万円。30分90分の120分で1万3000円。足つぼ30分が3000円。足つぼ30分と60分のオイルかな。が合計90分で1万円でした。はい。オイルすごいマッサージ。オイルすごいマッサージ。おすすめコース。どれですか？一応聞いてみよう。あなたが落としたのは銀の斧ですか？どれが好きですか？オイル？オイル？オイル。どれがいいの？あ、ミックスです。ミックスがいいの？ミックスがいいの？キーナティーか。何分？キーナティー。これがいいの？いいね。そうか、あの30分120分コースをおすすめしてきましたよ、皆さん。それではじゃあ、はい、フナッシーはどれですか？フナッシーどれ？フナッシーはオイル、ホクスプナティ7000円。あ、なんかね、このあ60分でもう十分だって言ってます。この子いい子だな、なんかいい子いました。そうか、皆さんそういう今の発言を、皆さんでよく考えて、どの子を指名するか、ね、ヨネちゃんか、それともフナッシーかね。フナッシー、よろしくね。